しました。で、あと参議院、2週間以内にもう何もしなかったらそのまま通ってしまいます。この種苗法の改正になぜ反対しているか、これはね、食べ物の話なんです。農業の話なんですけれども、そこからつながって私たちが毎日食べる食の安全の話です。ですからご飯食べない人いませんよね。皆さんに一人一人に関係のある話なんです。で、どうして反対してるかっていう話をしたいと思いますが、まずは、今回どうして何を改正するかっていうことなんですけれども、種苗法っていうのは種と苗の法と書きますが、こちら何を規定している法律かといいますと、種や苗の開発を新しく品種登録、品種開発をした人の、権利を、その人だけが独占的に販売利用することができるということを定めている法律です。ですが現行法では農家さんがその種苗を買って、そして自分の田んぼ畑で植えて、別に翌年の栽培のために自分の畑田んぼから種を取る、その苗種から新しく種を取って次の栽培に使うということは認められているんです。で、今回の種苗法の改正はこれを一律禁止というか、開発業者さんの許諾を得ないとやってはいけないということにするというのが改正の大きなポイントです。私はこれに反対してるんですが、なぜかというと、これどうしてやるのっていう話、農水省の説明としては、海外に日本で開発された優良な品種が流出することを防止するためですと言っているんです。ですがこの説明非常に無理があります。それはですね、やってはいけないってことはもう法律に書いてあるわけで、で、自家採取自家増殖を農家がやらないっていうことで、別にそれが防止できるわけじゃないんです。やろうと思えば別にやってしまえるわけで、現行犯で逮捕とかできないわけですから。で、一番有効な策は何かっていうと、その海外でその品種を登録するっていうこと。登録したら何か開発業者さんの権利を不当に侵害された場合には訴訟に持ち込むことができる。で、そういう環境を整えておくことが一番有効な策なんです。で、これ私が言ってるだけじゃなくて、農水省がそう言ってるんです。前に農水省2017年の資料に農水省自体が言ってるっていうのは今でもネットで確認できます。ですからその改正の立法事実がないんですね。それなのに農民の権利を立法事実なしに制限しようとしている。で、何の権利かっていうと、それは農民の方々が、農家の方々が種や苗を作って、で、またより良いものを作ろうとして種をよりすぐって、で、また次の年に蒔いていい作物を作る。これまさに農業の醍醐味ですよね。ね、農業このためにやってんだぐらいので、それを奪ってしまうっていうことなんです。でも、じゃあどうしてこれをやるのか、本当にこの目的なんですかっていうことなんですけど、違うと思います。で、これは農業関連の3つの法律、これの動きを見れば本当の目的が見えてきます。種子法の廃止、これによって今まで国や都道府県が安価で米麦大豆っていうその主要農作物については農家に種を開発して安い値段で提供するっていうことをずっと保証していたんですが、この制度をなくしてしまった。で、そして次に農業競争力強化支援法っていう法律によって、今までその国や都道府県の研究機関が蓄積してきた種の情報を、民間事業者に渡すっていうことにした。で、これどういうことかっていうと、皆さんアグリメジャーって聞いたことあります？モンサントとか、まあ、今バイエルに買収されてますけれども、この、アグリメジャーっていうものがあって、で、要は外資の大きな農業企業なんです。で、
ここが日本の農業に、日本の農業をそこに売り渡す、アグリメジャーにとって非常に有利な状況を作り出しているっていう、そういう動きなんですね。で、種子法の廃止によって、要は競争相手がいなくなるわけですよ、アグリメジャーにとっては。そして、農業競争力強化支援法によって、そこから信じがたいごとに、競争相手からおいしい情報がもらえると。それ言っといて、品種の海外流出もないもんだと思いますけれども、そしてこの最後に種苗法の改定によって、農家の方が種苗を再生産できるっていう、その力を奪う、そういうことでアグリメジャーが自分とこの種を毎年毎年農家の方に買わせるっていうことができる、もうウハウハっていう状態を作る、そういうことが目的なんじゃないかと思わざるを得ないんですね。で、忘れちゃならないのは、このアグリメジャーっていうのが今まで遺伝子組み換えやゲノム編集といった作物を、種を売ってきた会社だってことなんです。で、もうちょっとすみません、長くなりますけど、グリホサートっていう、ご存知ですか？モンサントの遺伝子組み換え作物っていうのは、グリホサートっていう除草剤に耐性を持つように作られた、そういう遺伝子組み換えをされている作物なんです。で、何かっていうと、そうすると、グリホサートにまみれてる作物なわけです。周りの草だけ枯れて、その作物は生き残る、まあ、効率的に除草するため の農薬なの で、そのグリホサートが今人の疫学研究において、そのがんとかあるいは自閉症などの子どもの発達障害とか、そういったことに相関関係があるっていう研究が出てきているんです。動物の実験でも脳の発達とか、腸内細菌とかに影響を及ぼす、異常をきたすっていうことが分かってきてるんです。なので予防原則っていう考え方から EU とかその他の国ではもう締め出されているような、そういうものなんですね。で、その遺伝子組み換えとか、あとゲノム編集、これもまだ安全性が立証されていないところがあって、そういう安全とはっきり言い切れない食べ物、苗しかもう農家の方が買えなくなって、農家の方もそういう農業しかできなくなる、で、私たちもそういう食べ物しか食べられなくなるような事態が起こるんじゃないかってことを大変危惧しているんです。だからこの種苗法には、改正には反対しています。で、これも本当に皆さん の食べ物のことなので、毎日ご飯ね、一生懸命作ってる、私も作ってます、心込めたり手抜いたりしながら、まあ、ご飯作ってますけども、お母さんたちに本当に知っていただきたいんです。ということで、参議院まだこれからです。農林水産委員会の方、議員の方々にできたら電話とファックスをかけて、もしご賛同いただけるようでしたら、種苗法の改正法案、まだそんなに急いでスピード採決しないで反対してますってことをぜひとも伝えていただきたいな。今私に言えるのはこれだけなんですけれども、どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。中村美香子でした。はい、中村さん、ありがとうございます。とてつもなく難しいテーマ、種苗法改正案って今本当に、参議院通ろうとしています。12月の頭の、本会議で採決されるんじゃないかっていうふうに今言われていますね。そういう問題意識を持って中村さん活動されていて、この間国会の前で抗議行動したのにも、中村さん参加されて、あとてるちゃんも行ったんだよね、あとくんも行ったんだよね。はい、僕ちなみに昨日の夜の緊急院内集会出てきたんですけど種苗法は令和新選組は改正に反対です。会派として反対します。それだけは明言しておきますね。はい、でちょっと難しいテーマでしたけれど、皆さんの生活に関わるテーマということも我々は恐れずに、一人一人がちゃんと主張していける、まあ、そういう仲間として今やっているということを、分かっていただきたいなというふうに思いました。では、次、東京7区、あとくん
喋る？喋るよね。そうそう。はい、じゃあ高橋アト君よろしくお願いします。で今まさに種苗法の話があったばかりなんですが、皆さんこれね問題かなり大きいです。で僕ちょっと調べてもねかなり本当にやばくて、ちょっとメモを見ながらになってしまうんですけど、ちょっと申し訳ございません。ですね、